最高気温は 8.8 度、11月中旬並みの気温となった今日の札幌。札幌中心部、道路の雪はすっかりと溶けてしまいました。そして大通公園の芝生の上もほとんど雪はありません。この時期としては4年ぶりに積雪なしになりました。雪がなくなったミュンヘンクリスマス市ではベビーカーを押す親子連れの姿が。ベビーカー押せなくなっちゃうので雪だと雪なくて楽ちんです。暖かいでクリスマスのフィーリングはあんまりないですね。やっぱ雪があった方がほうがいい。でもこの暖かさは今日まで。明日は強い寒気が流れ込み気温が急降下。日本海側を中心に猛吹雪や暴風に警戒が必要ないつもの冬が戻ってきそうです。